おいす、こんにちは、アメです。はい、ということで、今週の金曜日からですね、サンリオコラボが復刻と、まあ、毎年この時期になるとやってくるような気がしますね。で、去年はね、アルジェキティが大暴れした年だったかなと思います。まあ、裏ゼロ次元のね、ゼロチャレンジありまして、まあ、アルジェキティがね、まあ、予想通り最強だったかなっていう印象だね。もうほんと絶対これ裏アルジェキティ強いやんっていう話で、まあ案の定強いって感じだったね。さあ今年はどうなのかという話なんですけど、やっぱり今年もサンリオが強い。サンリオが環境を張るんですよね。なぜかサンリオが環境を張るゲームなんですよね、これね。はい。まあ根深いんでしょうね、この関係性がね。まずは、ちょっとサンリオのキャラ全く知らない。全くじゃないか。結構意外と知ってる方かもな。クロミちゃんとか結構知ってるからな。結構見てたしな。ウィッシュミーメル。これ知らないっすね。全くもって知らないっすね。これ、どうなんかな？結構パズドラって男性が多いユーザーとしてはイメージですけど。なんかサンリオって女性が好きそうなイメージあるんですけどね。バインド、スキブ2個あって、L 字プラありますね。で、20ターンの2ヘイスト変身なんですよね。これがめちゃめちゃいいねって感じだね。うん、これこの後軽減ループのキャラになるので、言ったらセッカみたいな2ヘイストしながらの変身してくれるよ。スキブ2個ですよ。セッカも確かにスキブ2じゃなかったっけ。はい、そんな感じになっておりますので、編成としてもだいぶ入れやすいんじゃないかなと思いますね。で、変身後はバインド封印ユベプラのガードブレイクがあって、5色が4つですね。で、L 字プラスあって、回復ドロキョウ持ちですね。これも回復ドロキョウ4つあって、ステータスはまあ至って普通かな。最近だとまあちょい低め、まあ回復力が高いかって感じですけど、ちょっと HP 最近だと低く見えちゃうかもしんないわ。で、5ターンスキルで5ターン軽減ですね。ラビリルなんで、ラビルルってそもそも5色行為強化のエンハンスプラス軽減ループだったんですけど、こいつはね、サブエンハンスですね。これループします、5ターンで。いいね。この5色行為強化、ここがなくても強いよね。ここなかったとしてもね、強い。使い道あると思います。なので、まあ、多色系の編成に入れればもちろんなおさら強いし、その他の編成でも幅広くね、使っていけるんじゃないかな。サブエンハルーパーがね、かなり強いと思う。ラフィーネみたいな感じで。まあ、1.5 倍なんでちょっと控えめな感じはしますけど、まあ、それでもなおね、幅広い編成で使っていけるんじゃないかなと思いました。リーダースキルは5色で 77% 軽減で、攻撃40倍の参加さんの毒ダメージ無効ですね。毒ダメージ無効があるので、あれですね、リンシア。ハロウィンリンシアとも組み合わせが相性がいいんじゃないかなっていう感じになってます。はい、続いて、なんて呼ぶんだろう。セブンティース?ハローキティ?ちょっともうイントネーションがもう混乱してわからんくなったね。はい。1970年代の登場したキティちゃんって感じですかね。それが初代なのかな。なんか村子さんがツイッターで言ってたような気がするんですけど、1974年に誕生した歴史あるデザインのキャラクターですと。まあ、なんかちょっと違う感じするもんね。他の今も最近のやつと比べると、な昔のなんかクラシック的な感じですかね。バインドスキブがプラスじゃない。スキブがプラスじゃない。封印耐性、雲、そうしたのか。まあ、耐性、その代わり耐性一人で全部カバーしますよだね。すごい。初かな？一人で全部カバーは初なんじゃないかな。で、限界突破もできないですよと。で、ステータスはまあ、うん、普通、まあそれなりにあるかな。最近の環境だったらまあこれぐらいあってもおかしくない。で、6ターンスキルで強化ドロップが少し落ちやすくなりますよと。まあ若干目覚め対策の上書きには強いと。で、覚醒無効とかもろもろ回復しますよって感じですね。まあ雑に強いよね。役割としてはもちろんあるんだけども、実際使われるかって言われたら多分ね、使わないんだと思う。うん。ただ、なんか、編成とか、汎用性高い編成で普段使いする分には、とりあえず1枚組み込んどけばこいつの仕事量はすごいね。こいつ一人でだいぶやってくれるねって感じだね。うん。そんな感じですね。これどうなんだろう、ガチャから出てくるのかな。モンスター交換所って書いてあるわ。交換キャラでしたね。何の交換かな？黒メダルか何かは書いてない。ダンジョンのコインなのか黒メダルなのかは現状不明です。リーダースキルは3色で、激減しますよ。攻撃24倍の回復2コンボで回復4倍5加算。出た！来ました！激減回復4倍億超理論来た。激減回復4倍5加算強いね。結構リーダースキルは思ったより強かった。この辺見てて、ね、この辺とか見ててさ、そんなにまあ言っても、まあ、なくてもいいかなって感じだったけど、リーダースキルすごいな。回復の2コンボっていうのはちょっとしんどいか。ここさえなければすごく使いやすい。この条件いらない。回復の2コンボいらないんだけど。回復、ちょっとあれだけど、3色で激減して、そっか、まあ、最悪回復、
決めなければコンボ加算が発動しなくて回復力が乗らないよっていうだけか。火力自体は色さえ決めれば出るし激減も貼れるよって感じか。へえ、なかなか面白いね。これルーレット活かせば普通にお口をクリアできるぞ、これ多分。はい、そんな性能ですね。さあ、こっからね、目玉キャラクターって感じですかね。まずは、ダイオウクロミ。これみんななんて読むよ。ダイオウクロミかな？アレキサンダークロミ。ちょっと長いよな。アレキクロミ？アレクロ？なんて読んだらいいよね。ダイオウクロミがやっぱり一番しっくりくるかな。短いし。バインドスキブ3つですよ。で、潜在が8枠あるので、確定購入。って書いてあるかな。もうこれ決定だと思うんですけどね。確定購入だと思いますよ。うん。で、25ターンで4ターン遅延できるんですよね。これめちゃめちゃいい。4ターン遅延。これあるの使いやすいですね。25ターンなんで、まあまあ比較的貯めやすいというか、スキブ25は盛りやすいかなって思うので、めちゃめちゃいいと思う、これは。で、まず1段階目変身で、5色は4つですね。潜在は言わなくていいや。で、HP が1万超えてますね。ここはすごくいいなって思いました。で、副属性は木もらって、6ターンスキルで2ターンヘイスト変身ですね。これいいね。あれみたい。アグリゲート。それ。アグリゲート的な感じでね、2段階目にヘイストしながらの変身してくれます。変身後、バインド封印指2秒ありますよ。ガードブレイク5色が6個。で、T 字あります。これ。すごいな。冬持ちじゃないにしても火力めちゃめちゃ出るね。まあ、本家も結構5色増えたからね。4.5 が2,3,4,5,6 で8300。そもそもに5色だけで8300 3倍ありますよと。で、T 字消しがあるのでここに4倍が入りますね。33,200 どこに書こう。33,215 倍ですね。はい。33,215 倍出ます。すごい。武器なしで。これは空飛ぶ必要ないですね。これバクなのがいいよね。ここの後ろにいるの。これ素晴らしい、ね。デザイン凝ってるね。で、副属性が光になって、第三属性に闇がもらえてますので、一人で三属性カバーができますね。火、水ということで、あれですね。まあ、でも悪魔タイプ縛りあるから、みゆきは悪魔タイプではなかったような気がするんですけども、みゆきって何タイプだったっけ？結構ルーレット枠でちょうどいいなって思ったりしたけど、バランスマシンか。なんかルーレットとか、あ、でもルーレットあれか。ラフィーネの方がやってくれるんか、そっか。じゃあまあなんか適当に色を見せてあげればいいんじゃないかな。ちょっとね、まだ頭の中で把握したいけど、ラフィーネ何色だったっけ。まあこの次見るんでいきましょう。リーダースキルは、あ、ごめん、スキル言ってなかった。スキルは3ターンで、2ターンの間自分のダメージ上限値40億、全ドロップ、まあ全職人ですね。はい。まあ、よくある3ターンの全職人で助言を増やしますよって感じになっております。副属性、第3属性あるので最大で120億出していきますね。火力覚醒しっかり高いので、まあ、さらに武器を入れつけてあげれば、裏まんじゅうとかでも結構火力出せるんじゃないかな。リーダースキルの方は5色で8倍に加算。で、固定ダメージ持ち、自己完結強いね。悪魔タイプ全パラメータ5倍ですね。割合には弱くなるけど、まあ相方に割合に強いリーダースキルを置いてあげれば OK。これがね、ラフィーネのキティちゃんとね、すごく相性がいいんですよね。また見ますけど。40倍ですね、これ。40倍。40倍あって自己完結はかなり強いと思いました。さあ、続いて、ラフィーネキティ。これもラフィーネキティでいいよね、こっちは。あっちはダイオウクロミで、こっちはラフィーネキティかな。ラフィーネキティってなんかゴールがいいな。しっかり来る。バインドスキブ2個ですね。封印指プラって潜在こちらも8枠なので、まあ、規制替えとか BGM とかをどっちかがどっちか補ってるんじゃないかなと思いますね。で、副属性は火。15ターンでルーレット作ってくれますね。15ターン分のルーレットと操作時間延長してくれます。これ初手から操作時間延長あるのめちゃめちゃ優秀じゃないですか。ラフィーネ本家って確か初手はルーレット作るだけの変身だったはずなんですが、初手からね、操作時間上げてくれるのかなり扱いやすいかなと思いました。で、第1段階変身すると、バインド封印指プラのスキルチャージがありますね。で、ガードブレイク、冬持ちの4色が3つ。で、こちらも属性変わってないですね。12ターンでいけますが、まあ、スキルチャージがあるので、実質6ですね。6ターンで、さらに2段階変身していきますよと。3ターンの間、ランダムでルーレットを1個生成してから変身してくれます。操作時間は2倍に変わりました。で、最終段階いきましょう。最終段階になると、バインド封印指プラのガードブレイク、冬持ち。で、4色が4つあって、十字十字ですね。つまり、これ超重力だと 3.5 が1,2,3,4 で、4色だけの火力が3001倍ですね。4色だけで3001倍で、さらにここに十字消しを加えたら9倍ですか。27,011倍とかですか。高いね。
十字消し込みであれば27000倍出ますよと言った感じになっております。かなり火力は高いで、副属性は火と光を持っているので水属性をねどっかで埋めてあげる必要がありますね。だったらね3ターンスキルで、3ターンルーレット1個生成の操作時間は2倍ですよ。自分のダメージ上限値が40億になるよ。これもループしますので、こいつはずっと120億最大で出していきますね。サブエンハンスがないんですよね、本家と比べると。まあそこがどうかなっていう感じかもしれないけど、自身の火力が高いんでね、本家はラフィーネ自身の火力がちょっと控えめなので、現状だと神キラーこそありますけどね。なのでまあそこら辺を自身の火力で補うよって感じかな。どっちかっていうとね、火力の出るラフィーネ、その代わりサブエンハンスはしないよみたいな感じになっておりますね。うん、だいぶ扱いやすいと思いますし、まあもうルーレットループ枠今ね、今僕は一番使ってるのはやっぱり三坂じゃないわ芝みゆきなんですけども、どうかな。まあ最近ラフィーネ使ってなかったらこっち、もうこっちに乗り換えなんじゃない、本家ラフィーネも今は。ただね、本家ラフィーネもね、絶対強化来ると思うんですよ。第三属性の追加はもちろんあるし、これってキティちゃんって素じゃ飛べないと思うんですよね。まず、飛べてるのって多分この辺の力のおかげじゃないですか、この辺の。この辺の力のおかげってことは、これ本家のラフィーネも持ってるから、本家のラフィーネも冬が間違いなくつきます。はい。だから本家のラフィーネが後から追い上げてくれると思いますね。はい。なんでそこら辺には期待しておきましょうって感じですかね。うん。まあとりあえず現状は多分本気を超えたと言っても過言ではないかも。リーダースキルが5色同時攻撃でダメージを 80% 軽減し、攻撃が10倍し、参加さんの固定ダメージ、こちらも自己完結なんだね。これ強いね。で悪魔タイプの攻撃力5倍で50倍出ますね。50倍で、80% 軽減なんですよね。めちゃめちゃいいね。 80% 軽減だって実質 HP 5倍っすよ。だからこれと大王黒身を合わせてあげれば5倍5倍同士だし、割合にもかなり強いし、うん、最強だと思います。多色最強。間違いない。この二人で多色最強ですね。またこの時代に多色最強が生まれましたね。前回は、アルジェキティが、ね、そこの覇権を握ってましたけど、今回は、もうラフィーネキティ。もうキティちゃんが最強なんだから、本当に。このゲーム、キティちゃんが最強だからね。はい、そういうゲームになってます。これさ、なんか、まあ、余談ですけど、ぬいぐるみで出してほしいよね、これ。これ、サレーネキティとか前回ぬいぐるみで出たじゃないですか。ラフィーネキティで出してくれたら全然ちょっと欲しいなって思っちゃうけど、ダイオクロミよりは俺こっちの方が欲しいわ、キティちゃんの方が。はい。そんな感じです。以上ですね、今日発表されたキャラクターは以上だったはずなので、そんな感じかな。まあやっぱクロミちゃんとキティちゃんがかなり強いかな。でももちろんウィッシュミーメルだよね。はい。あれも軽減ループってかなり優秀かなと思いますので、まあ確定購入とかもちろん交換できるキャラクターとかはちょっと狭まってるかもしれない、今回は。うん、前はね、アルジェキティが交換できたからめちゃめちゃ良かったんですけど、まあただ今回に関してはちょっと確定購入臭いので、まあちょっとねどうかなって感じかもしれないですね。みんながみんな持てるような性能にはなってくれないかもしれないと思いました。はい、以上ですね。ということで、どうですかね皆さん、サンリオ、まあ引くというか、買うになるかもしれないですね。サンリオ引くというよりは、交換とか購入とかされる方は確実にこういうキャラクターをゲットしてあげると、まあ、結構環境的にも強いんじゃないかなと思います。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。